皆さんこんにちは。こちらは生産者さんから直接届くミディの胡蝶蘭です。我が家にあるミディの胡蝶蘭のほとんどはリーフさんのウッド鉢シリーズです。こちらを購入する際、ホームセンターなどで時間をかけて厳選することは楽しいのですが、同じ生産者さんの商品でも店舗担当者によって胡蝶蘭のコンディションは大きく異なりますよね。これはおそらく生産者さんの想像を絶する事態かと思います。生産者さんが自信を持って送り出した胡蝶蘭と、私たち末端消費者が購入する胡蝶蘭が、その間の様々な要因で弱ってしまって別物状態になってしまうことはとても残念です。先ほど生産者さんから届いたこの子、葉っぱもピンとなっていて、黄色にほんのりピンクのペダル、そしてややオレンジ系の濃いピンクのリップがとても可愛いです。この子はタグが入っていて、栗と記載がされています。葉っぱの枚数も多く、茎もしっかり太めで、今のところコンディションはいいように思います。今回の私の最大の悩みどころは、この子自身ではなくて、この子についていた水やりの説明書についてです。花が咲いている間は鉢に水をためて、常に水苔が濡れている状態が理想。鉢底に穴がある場合は受け皿に水をためてくださいと記載されているからです。鉢に水をためないでではなくて、ためてです。受け皿に水をためないでではなくて、水をためてです。ちなみに花が枯れた後は、鉢や受け皿に水をためないでくださいと記載があります。ということは、花がついているこの栗ちゃんはウッド鉢の中に水をためるということになりそうです。他の説明書だと、大抵は水やりは水苔の表面全体が完全に乾いてからとか、水のあげすぎや受け皿に水がたまったままにすると根腐れするよって書いてありますよね。私もこれまでこのウッド鉢シリーズも含めて、他のミディとか中輪、大輪、贈答用、花がついている時にその鉢に水をためた状態ということは考えたことがなくて、むしろためちゃ絶対ダメという意識で、根と鉢の中の通気性を常に重視していたんですよね。だから購入後はビニールポットも外して、しかも私ウッド鉢に穴まで開けちゃってます。確かに花がついている時に水苔が完全に乾いて数日っていうのは、乾燥しすぎて花には良くないという感じは素人でもわかるんですけど、鉢に水をためた状態にする、受け皿に水をためた状態にするってことが、花はともかく、まあ根っこは大丈夫なのか、とても心配です。胡蝶蘭って大抵は購入時の時に花が咲いていて、それについている大抵の説明書に書いてある水苔の表面が乾きかけたらたっぷりと水を与える定説、それはどうなったんでしょうか。この石星ちゃんはビニールポットは外しましたが、ウッド鉢に穴を開けずにそのまま入れていました。なかなか水苔が乾かずに、このようにところどころカビが生えています。完全に根腐れで死んでいる根っこがいくつかありますが、この根腐れした根っこって、もしかするとウッド鉢に穴を開けて水苔を乾かそうが、鉢に水をためていようが、どんな方法でも遅かれ早かれいずれは根腐れする運命にあった骨折根っこだったのではとも思えます。
こちらのリトルジェムちゃんは購入後40日ぐらい経過しています。試験的にビニールポットもそのままで、まだ中の水苔は湿っている状態です。なので気休め程度で水苔の表面が乾くたびに上の部分だけ濡れるぐらいのスプレーをするという方法を試験的にとっています。購入当時のつぼみは落ちることなくすべて咲いてくれました。根っこの状態は、特に大きな根腐れはなく、ただ根っこフェチの私にはビニールポットがきつくて潰れかかっている根っこが気になっています。ということで本題に戻って、この子の水やり方法をどうしましょうかという問題です。最近暖かくなってきて、室内温度も18度下ることもなくなってきましたので、この商品マニュアルに従って花が咲いている間は鉢に水をためるスタイルをつぼみが開くまではやってみようと思います。本来は水道の蛇口でじゃーっと株元めがけてやるのが良いのかもしれませんが、今回はどのくらいの水がこの中に入るかを知りたいので、あらかじめ汲んできた水をあげてみます。水苔がもともと濡れた状態だったので、そんなに水は入っていかないですね。今水が鉢に満杯の状態なんですね。で、ちょっとそれじゃ多いのかなという気がして、今こんな状態おろおろしております。鉢にこのぐらい溜めて、今ボタボタと落ちてる水が切れたらそこに戻そうかなと今悩んでいる途中です。このように何度も何度も気になっちゃってつい見ちゃうんですよね。鉢に水をためる、どうしても気になってます。可愛らしいこの子、早くつぼみ開いてほしいです。このように最近のコチョウランの水やり方法をいろいろと見ていると、その根底にはいろんな考え方があって、どの方法が良いかを迷うのはお肌のお手入れ方法、スキンケアと似てるなぁと思う今日この頃です。皆さんもどうぞ楽しいコチョウランライフを。